回の一番のポイントはこの役場の中の、若手3人、今ご紹介いただいた3人の方、まあ、来てください。このまず3人がですね、はい、この3人がですね非常にアグレッシブに動きまして、彼らの感性であれやったら面白いんじゃないか、これやったら面白いんじゃないかっていうのをどんどん出してくれた。でそれをベテランの役場の人たちがフォローして、で、まあ、役場の人たちで一致団結して、さらにそれを町の人たちが面白がって手伝ってくださったっていうような、ですので結構 DIY です。で、予算も時間も全くなくて 1ヶ月でここまでやったんですけど、みんなどうやったらできるかとか何やったら面白いかっていうのを結構工夫してアイデア勝負でやった感じです。はい、10年後20年後の利根町がもっと元気にたくさんの人の笑顔であふれるように、そんな町づくりがしたいと思ってます。